皆さん採点お願いします、はい、はい、僕のどうでもいいこだわりはこちら、靴下を脱いだ時足に大量のカスがついているとそのカスを嗅ぐ足のカスの匂いを嗅ぐってことです。カスってのゴミってことですか？なんか、あの、まあ、ある時ありますよね。あります。靴下の小さいゴミですよ、うん、で2点僕も2点3点低い低かったじゃあ合計7点あ7点うわマジか嗅がないか嗅ぐは嗅がないから嗅ぐっていうのはなんとなくわかるんですけどね、爪の間に溜まってるカスは嗅ぐ。そう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 。でも靴下はダメ？布団、はい、布団の上下なんだけど、はい、嗅ぐついてる方が下じゃないと絶対嫌だ。ああ。これ別に上でも下でも何ら変わんないんだけどね、機能性的には。うん、なんかわかりますわかります。逆になって上になってくるとなんかすげえ嫌な。首に当たるとかってわけじゃないんでしょ。そのそう当たんない状況でこういう端っこのちょろってなってたとしても、うーどうだ、ここにタグがあるのは嫌な。はい、6点1点3点10点10点。おお、でも6点高いですね。いや結構共感できるんじゃないか、きっちりしてるっていうことがね。僕は中華料理屋でチャーハンとか頼むと、はい、たまにレンゲではなくスプーンが出てくるとか、ね、はい、そうするとこの店中華舐めてるなと思ってそこにこだわってほしいみたいな。レンゲを出してほしいんですよ。たまにスプーン出すね、愚かな店あるんですよ。ゼロ、9、8高い、17点ありがとうございます。ゼロいや、そんなの別に舐めてない。中華料理、これ中華料理やってるのわからないな逆に、そんな、いや、わかります、わかります、すげえわかる。やっぱレンゲで食べたいよ。レンゲ食べたい時に思います。仕事の帰りには、必ず自動販売機の能年玲奈さんのポスターを一目は見る。限定限定ですか？今の脳で、だから帰り道あるんですよ。それ見こういうやつでしょ。そう、見逃しちゃダメなのね。僕1点はい、4 3 でも、8点、うん、8点、あ、8点負けた俺くっそくそ、負けたぶっちぎり、手出しなさいよ。いや、でもそれゼロですか、ね、ゼロだったら